おい、このダメ嫁が、このゴミみたいな弁当ってどういうことだ？え？肉が全然入っていないじゃないか。お前は日頃から俺の何を聞いているんだ？いつも言っているだろ？俺は白米には絶対に肉、鮭の海苔弁なんて論外だぞ。でもコウタ、仕方がないのよ。もうお肉を買えるお金がないの。なんだと？ちゃんと食費は十分な金額を渡しているはずだぞ。食費2万のどこが十分よ。夫婦2人だったらまだギリギリどうにかなるけど、もう私たちには子供がいるのよ。息子もそろそろ食べるようになってきたし、せめて食費は月4万に上げてほしいの。ざけるな。与えられたお金をやりくりするのが妻の仕事だろうが、お前は妻のくせに自分の仕事を放棄するって言いたいのか？そんなこと誰も言ってないわよ。一体何のための専業主婦だと思ってるんだ。しっかりと節約して主婦業を全うしろ、これダメ嫁が。だから私も働くって前から言ってるじゃない。子供を保育園に預けて家計のために私も働くわ。別に私は専業主婦をやりたいわけじゃないし。本当にお前は俺の言ってることを日頃から何も聞いていないんだな。妻が働きに出るなんてそんなのダメに決まってるだろ。共働きなんて俺が認めない。妻は子供を預けて外で働くなんて、まるで俺が会社を出したとご近所さんに言ってるみたいじゃないか。実際会社なんてあまりないでしょ。手取りがたったの月15万円のくせに。なんだと？おい美月、お前は妻の分際で夫の稼ぎをバカにするのか？俺の金で生きてるくせによくたったの15万なんて言えたな。働いてくれてることは感謝してるし、月のお給料をバカにしたいわけじゃないの。でも家族3人でその手取りは苦しいのが現実なの。私はコウタに現実を見てほしいのよ。何が現実だ？月15万もあれば家族3人余裕で暮らせるだろうが。何言ってるのよ。これからは子供の学費だってあるし、手取り15万じゃ心もとないわ。お願いだから私も働かせてよ。ダメだダメだ。この金額でも母さんは十分に生活できるって言っていたんだ。それなのに金が足りなくなってるのはお前の節約が下手くそだからなんだよ。また翔子さんの話？昔と今は物価も違うの。目の前の妻が無理だって言ってるんだから、少しはちゃんと話を聞いて。黙れこのダメ嫁ニートが。俺は最初から話を聞いてあげているだろうが。ダメ嫁ニートって何よその言い方は。お前のことだよ。専業主婦のくせにろくに主婦業もできないんだからな。そうなったらお前なんてニートみたいなものだぞ。俺の稼ぎがなきゃ生きれない、このダメ嫁ニートが。ひどい。よくそんなことが妻に言えるわね。妻なら頼むから俺の母さんを見習ってくれよ。ダメ嫁からちゃんとした主婦に昇格してくれ。じゃないとお前はただのニートだぞ。そんな奴を家に置いておくわけにはいかないからな。ちょっと美月さん、息子のコウタから話は聞いたわよ。あなたったら嫁の分際でコウタを傷つけたそうね。え、私がですか？そうよ、息子のお金で暮らしてるくせに。給料が低いとか言ったそうじゃないの。確かに似たようなことは言ってしまいましたね。まあ、なんて嫁なのかしら。家にいるあなたと違ってコウタは会社で汗水流して働いてくれているのに、そんな夫に言う言葉じゃないわ。そのことは私も言い過ぎだと反省しています。でもそれぐらい我が家の家計は逼迫しているんです。なんですって？お願いです翔子さん、翔子さんからも息子のコウタさんに話をしてくれませんか？私、家計を支えるために外に働きに出たいんです。もうそんなのダメよダメ。嫁が働きに出るなんて恥ずかしいわ。私たちの頃は嫁というものは家を守るものだったのよ。家計のことは夫にドーンと任せておけばいいんだから。今は翔子さんたちの時代と大きく違うんです。物価は高くなるし、でも給料は変わらない。税金は多いし、夫婦共働きが今じゃ普通なんです。普通だからって何よ。息子は立派に稼いでいるし、あなたが働きに出る必要はありません。そんな、翔子さんもご存知ですよね。コウタさんは手取り15万しかないんですよ。孫の楽器のことを考えて不安にもなりませんか？
そんなのあなたがもっと節約を頑張ればいいのよ。私だってできる限りのことはしています。毎月の食費をたった2万に抑えているんですよ。何言ってるのよ。私から見るとあなたの節約なんてまだまだよ。少しは私を見習いなさい。これだけ頑張ってもまだまだなんですか。ええ、そうよ。息子のコータから聞いたけど、みつきさん、あなた美容院に通っているそうね。はい、セルフカットが下手なので、ここは必要経費だと思って通っています。それでも3ヶ月に1回とかですけど。その美容院ではわざわざお金を払ってカットしてもらっているそうじゃない。え、美容院はそういう場所ですよね。カットしてもらう対価として料金をお支払いするんです。いい？今度から私の親戚がやってる美容院に行きなさい。私の身内だといえば無料でカットしてくれるはずだわ。え、それと歯医者さんにも通っているそうね。たまのひさきとげと虫歯チェックのためです。虫歯の治療費よりも定期的な検診の方が断然安上がりですから。それも私の親戚が働いてる歯医者さんに通いなさい。会計事務の人が親戚だから、私の身内だって言えばなんとか無料にできるはずよ。え、それと食費も今度から私に任せなさい。ご近所さんに米農家をやっている人がいるの。余ってる米があれば私が無料でもらってきてあげるわ。そんないいですよ。遠慮しないの。それに私の友達にはお手伝いがとても上手な方が多くてね。お野菜も今度からそのお友達から無料でゲットしてあげるわ。いや、本当に大丈夫です。遠慮とかではなくて本当に結構です。なんですって？美容院も歯医者もお米も野菜も全部本来ならお金を払うべきものじゃないですか。それを無理やり無料にしてもらうなんて、そんなの絶対にダメですよ。どこが絶対ダメなのよ。身内価格や友達価格にしてもらっているだけじゃない。いい？節約っていうのはいかに無料を使い倒すかってことなのよ。え？それに身内や友達からお金を取る方がおかしいのよ。こういうのは助け合いでやっていかないとね。いや、これは助け合いとは言えないと思いますけど。大丈夫大丈夫。いいから、あなたは主婦の先輩である私をひたすら真似しなさい。言っておくけどね、私はこれでも年に300万も貯金したことがあるんだから。300万もですか？それじゃあ親戚や友達の皆さんには私から伝えておくからね。今度からは皆さんに助けてもらって生活するのよ。おい、みつき、母さんから電話があって今日荷物を送ってくれるってさ。え？お前の節約が下手くそだから代わりにご近所の人から米と野菜をもらってきてくれたらしい。後で母さんにお礼を言っておけよ。ねえ、もうやめてって翔子さんに言ってちょうだいよ。私が何度頼んでもやめてくれないの。もう息子のあなたからお願いするしか方法がないのよ。なんでやめてほしいんだよ。ご近所さんにうまく甘えられないお前の代わりに母さんがお前の分をもらってきてくれるんだぞ。こんなのご近所さんに甘えるって言わないの。ご近所さんから無理やり奪っているって言うのよ。ああ、本来ならお金を出していただくものなのよ。それなのにずうずうしく無料でもらってくるなんて、私はこういう形でお米や野菜を受け取りたくないの。お願いだから翔子さんにもうやめていって伝えてちょうだい。どこがずうずうしいんだよ。こういうのは助け合いだし普通だろ。作ってる米や野菜を分けてもらって何が悪いんだよ。分けたいってご近所さんは一言も言っていないのよ。なのに翔子さんが無理やりもらってくるだけじゃない。面倒なやつだな。無料でくれるんだからそれでいいんだよ。ずうずうしいとか関係あるか。そんな、あ、そうそう、実は俺もいい無料のものを見つけたんだよ。俺の友達の奥さんがネイリストをやってることが分かったんだ。え、友達、お前のことを言っておいたからさ、今度やってもらってこいよ。いやー、我ながら妻の美容にも気を使ういい夫だぜ。まさかそれも無料でお願いしてあるの？そんなの当たり前だろ。こういうのは知り合い価格が普通だからな。ちゃんと無料でお願いしますってお前からも言っておけよ。ねえ、本当にダメだよこんなの。こんなの搾取だよ。逆に友達や知り合いの方に失礼だよ。ああ、そのお友達にも奥さんにも今回の話はなかったことでって伝えてちょうだい。すると無料でお願いして悪かったって謝ってきて。おい、みつき、旦那がセッティングしちゃったのに無駄にするつもりかよ。
せっかく節約しつつ、綺麗になる方法を考えてやったのによ。お前が俺に口答えできる立場なのか？ろくに節約も主婦業もできないくせに。こんなの節約でもなんでもないわ。あなたも翔子さんもおかしいわよ。ああ、そうかよ。俺たちに文句があるって言うんだな。それならわかった。今すぐ出て行けよ。この家から。なんですって？前から美月は妻のくせに生意気だったんだ。これもいい機会だな。専業主婦はニートと同じなくせに調子に乗るな。この家から出て行って俺のありがたみを知れ。わかった、出て行くね。ああ、出て行け。そして心から反省しろ。いかに自分が何もできないダメ嫁かをな。俺の戸籍のありがたみを知るまで帰ってくるなよ。おい、今すぐ帰ってこい。いいか、今すぐになぞ。2秒で帰ってこい。はい。そろそろ反省もできたよな。だから意地張ってないで今すぐ家に帰ってこい。私はまだ何も反省なんてしていませんけど、だから家には帰りません。これからも子供と2人で暮らします。ざけるな。いいから早く帰ってこい。お前のせいでこっちは今大変な目やってるんだぞ。え？親戚や友達に次々と縁を切られてるんだ。奥さんに出て行かれたならもう俺たちも遠慮しないって。二度と連絡してくるなって LINE はブロックされるし、無理やり家に押しかけられてバケツで水をかけられたぞ。あらあら、お前俺の友達に何を言ったんだ。急にこんな大量に縁を切られるなんておかしいだろ。おかしくないでしょうが。この小敷親子が。自業自得は私のせいにしてんじゃないわよ。小敷親子だと？私はあなたのお友達に何も言ってないわよ。あなたのお友達は親戚さんとなんて、今まで代金支払いの時に少し会話してたくらいだし。え、代金支払いだって？ええ、そうよ。近所のお米農家さんに野菜農家さん、それとネイリストの奥さんに美容院に、お世話になった分だけ後で代金を支払いに走っていたのよ。小さい子供を抱きかかえながらね。ああ、なんでわざわざ代金なんて支払うんだよ。身内価格、友達価格で全部無料で済むものなんだぞ。違うでしょ。無理やり無料で済ませてもらっていただけでしょ。その証拠に私が代金を支払いに行けば皆さんは喜んで受け取ってくれていたわよ。奥さんだけはまともな人で助かったってね。なんだと？皆さんに教えてもらったけど、何度断っても助け合いだからって勝手に野菜とかお米を取っていくそうね。皆さん、あなたたち親子に本当に迷惑してるって言っていたわよ。え？それなのに何が助け合いよ。一度も自分たちが助けてあげたことはないくせに。あなたたち親子がやってるのはこじけって言うのよ。私にはそんなみっともない真似はできません。おい、誰がこじきだ。ふざけるな。ふざけてるのはそっちでしょ。たくさんの人に縁も切られてるくせにまだ自分たちの非常識さに気づかないなんてね。何が非常識だよ。逆に知り合いから金を取る方がどうかしてるだろうが。もう何を言っても無駄なようね。ではこれで失礼します。ちょっと美月さん、息子のコータから聞いたわよ。親戚たちから縁を切られているのは全部あなたのせいだそうね。いいえ、違います。すべて翔子さんとコータさんのせいです。皆さん無料で搾取されるのにもう我慢できないようですよ。うるさい、このバカ嫁が。早くこの状況を何とかしなさいよ。何とかしたいなら今後はしっかり代金を支払ったらどうですか。なんでお金を払わないといけないのよ。身内は知り合いなんだし、こういうのは助け合いでしょうが。知り合いだとかは関係ありません。サービスや品物を受け取ったのならただの客です。代金を支払うのが常識です。ああ、100歩譲って向こうから無料でいいよと言ってくれるのはいいとして、こちらからお願いするのは非常識ですよ。コータさんにも教えてあげましたが、それを世間ではこじきと言うんです。私たちをこじきだって言いたいわけ？え？まさに小敷そのものですよね。はあ？あ、そうそう、確かその小敷活動のおかげで年に300万も貯金できたって言っていましたよね。せっかくなのでこのことを皆さんにお伝えしておきましたから。え？皆さん口を揃えて言っていましたよ。それだけ蓄えがあるなら今までの料金を請求させてもらう。中には貸した金を一括で返してもらうなんて言っていた方もいましたね。
ちょっと待って、嘘でしょ。翔子さん、無料作詞だけじゃなくて、お金まで借りていたんですね。身内だから利息はなし。無期限で貸してくれ。って、あ、いや、それは、助け合いが大事なんですよね。親戚やお友達が求めているんですから、助け合いとしてしっかり代金を支払いましょうね、翔子さん。なあ、美月、頼むから帰ってきてくれよ。俺も母さんも反省した。これから誰にも無料でお願いだなんて言わないよ。いいえ、もう二度と帰りません。今更反省しても遅いのよ。まだまだそんなこと言って、母子家庭なんて大変だろ？専業主婦のお前に収入はないし、生活も苦しいはずだ。俺ももう怒ってないから、意地張ってないで帰ってこいよ。収入はありますし、なんならあなたの収入ぐらいはもう稼げています。え？手取り15万って意外とすぐ稼げるのね。ブランクアギの専業主婦でも残業なしでここまでもらえたわ。嘘だろ。なんでお前が俺と同じぐらい稼げてるんだよ。専業主婦なんてほとんど使い物にならないだろうが、対応するところだってないはずだろ。それがぜひうちに来てくださいってところがたくさんあったのよ。え？親戚の皆さんやコウタのお友達がとても優しくてね。私が家を出たってどこかで聞いたのか、すぐにご連絡をくれたの。もしよかったらうちで採用するよ。知り合いにいい会社があるから紹介するよってね。ああ、なんだそれ。そんなの誰からも聞いてないぞ。これからどうしようかと悩んでいたから、ここはご好意に甘えてそのうちの一つの会社に就職したの。事情も分かってくれていて、社員寮も完備、子供と二人すごく快適に暮らしているわ。なんだと？あ、もちろんあなたたちと一緒にしないでね。紹介いただいた方にはちゃんとお礼もしてありますから。それに専業主婦だからって甘えずにしっかり仕事も頑張っています。ありがたいことに採用してよかったって言われてるんだから。おい、一体どこの会社で働いてるんだ？誰の紹介だ？今すぐ迎えに行くから教えるんだ。誰が教えるもんですか。あなたはとっとと離婚届にサインを書いてちょうだい。後日離婚届を持っていくから、その場でサインしてもらうわよ。え、離婚届だと？ふざけんな。俺と別れるつもりなのか？え、そうよ。この数ヶ月コツコツ働いてある程度の高いもできたし、母子二人で暮らしていく目処もついたの。これで堂々と離婚届をあなたに叩きつけられるわ。はあ、そんなの絶対に認めないぞ。離婚だって馬鹿げたことを言いやがって。今すぐ迎えに行って根性を叩き直してやる。来れるものなら来てみなさい。コウタたちが会社に押しかけてきたら、すぐに親戚やお友達の皆さんに連絡が行くようにしてもらっているの。そしたらすぐに皆さんが駆けつけてくれるはずだから。なんだと？皆さんがとても親切にしてくれるの。あの小じきたちから何か接触があったらすぐに連絡しなさい。ちゃんと追い返してやるからなってね。なんで俺たちの身内がお前の味方なんだよ。こんなのおかしいだろうが。どうしてかは自分の胸に手を当てて考えなさい。それじゃあ今度の週末、親戚の皆さんと一緒に離婚届を持ってお伺いします。翔子さんにもよろしく伝えておいてね。そして今度の週末には私と親戚の皆さんとで家に押しかけ、無事に離婚届にサインをもらうことができました。ついでに親戚の皆さんも今までの代金や踏み倒されている借金を請求し、その場で全て支払うことになった翔子さんたちは、貯金がすっくるかじゃないのと大号泣していました。その後は親子2人で一緒に暮らしているそうですが、手取り15万で何も買えないじゃないと翔子さんは息子のコウタにブチギレ。やりくり上手はただの小じき上手だということがバレて、毎日もやし生活と聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは
次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。